んでいきたいところですけれども、今回はまず謝罪会見から。今まで私が下り顔で、いやフィリー・ジョーのナインストロークはこうでしたって言ってましたけれども、どうもなんか違うっぽいということで、もしかしたら間違ってたかもすいませんという謝罪会見に付き合ってもらうために、黒田和義くんにも今回は入ってもらいました。もう巻き込んですいませんということで、フィリー・ジョーのナインストローク本当はどうなの、よろしくお願いします。ドラムス大阪雅彦です。専属学園客員教授Y エクスパート、これも毎回言ってるからねすいませんが、よろしくお願いします。黒田和義くんです。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、フィリー・ジョーがよく使うこのナインストロークってそもそもなんだって話なんですけど、要は三連符の三つ割りですよね、アクセントでね。そう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 、うん、だからね、要これ世界中の人たちが今まで話題にしてることなんですよ。まあそれこそ僕もね、この昔からこうだろうなと思ってた手順もあり、でそれを YouTube で他の人もこうだって言ってるのを見て、あ、やっぱそうだよねって納得したりとか、あるいは違う意見を言ってる人もいたりして、うん、そうなのかなとか思って試してみたりとか、何種類かあるんですよ世の中に。右左左にパラ、これパラディドルディドル、これパラディドルディドルですかね。これがまあ一番こうじゃないのって言われてるやつで、僕もそうだと思ってたの。なんでかっていうと、でこういう手順よく出てくるわけよ。あのよくあの8分の6の例えばみたいな。でこれがジャズ、よく言うとこのジャズインタープリテーションってやつで、ね、がっていう風にこ う, こうあのクオンタイズしたみたいな感じ。そうそう、なんかこう3連でね、うん、3連にクオンタイズして、うん、はめ込むみたいな感じです。ジャズインタープリテーションってやつ、うん、でだという解釈で、僕もそうだろうと思ってたのね、うん、あとこれジャズワルツにそのままなるしね。なるほどなるほど、だから便利だっていうのもあって、これが一番定着してるやつ、この右だけ取るとレガートになるし、左で埋めるとちょうどワルツにうまくはまりますよってことですね。3拍子では、はい、なんだけど、さらに別案が、これがひっくり返ってるやつね。はい、パラディドルディドルからこっちから来て、そうそう、右左左になるってことですね。まあまあこれもね、まあおかしくない。はいはいはい。全然いけると。はい。まあこのこれはまあ昔からよくある手順ですよね。そう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 。であとさらにこういうことを言う人もいるんですよ。いわゆるシックスストローク的な。ね。こういうやつ。僕がよく説明してるやつでもあるんですけど、パラディドルディドルのインワードっていうふうに呼んでるんですけど、そうそう、そういうふうに解説してるのもあるよね。はい。で、ここにもう一つ右左左がつくってことですね。まあ、いわゆる6ストロークプラス3ストロークみたいな。そう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 。これも多い。これまたこうやりやすいし。こういうなんかこうビーバップ的だしね。で実際フィリーもこういうことを叩いてるのあるしね。これ6ストロークよく使うし、使いますね、これも全然ありだとは思うけど、まあ我々が話題にしてる場面でのスティッキングとしてはなんかちょっと違うかなと俺は思ってるって感じ。どうですかね。なんか僕もどっちかというと比較的説明するときに、このナインストロークの場合は、6と3が多分動きやすいんじゃないかということで、これで予測つけて僕もコピーしてましたね、どっちかというと。ああそう、これエルヴィンもちょいちょい使ってて。あ、そう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 、でエルヴィンとかも使うし、まあまあ、あの本当いろんな人使いますよね、この手順ね。フュージョンの人もよく使う手順ですね。フュージョンはもう超使いやすいし、この塊で動く人が多いですよね、はい、多いです多いです。で今回発見したというのが、まあ発見したっていうほど大げさな話じゃないんだけれども、いや、ある生徒さんから、
あのビル・エヴァンスのオングリンドルフィンストリートの中でウドゥンユーっていう曲がある、うん、ウドゥンユーのね、フィリーのソロ聴いてるとどこが頭だか分かんなくなるっていうから、うん、まあどれどれと撮ってみたんですよ、うん、これをね、うん、確かにいろんなところから変なとこから3拍フレーズが始まったりしてて、うん、まあ確かに分かりにくいな、うん、まあその分かりにくいっていうのも分かるなと思ってたんですけど、うん、何よりちょっとショッキングだったのは、うん、途中に出てくるタムとスネアに分けた3拍フレーズ、うん、要するにここが9ストロークロールになるんだけど、ここですよね。そうなんだよ、ここがね、ここがねで聞こえるんだよね、やっぱし。そうそうそうね、これのこの、うん、でこう2回同じことを繰り返してるから、うんうんうん、この分けてあとスネアでっていう、うんうんうん、でこれね、ここから僕の推測なんですけど、うん、このし、この音源聞くとね、うん、タムの音変だと思わなかった。あ、なんかさ、てん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 、しかもね、うんうん、このアルバムタムしか出てこないんだよ、フロアは出てこないわけ。あ、はいはいはい、確かに、うん、ね、でよくあるじゃない、あの、うん、マイルスのやつは逆にフロアしか出てこない。はい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 、で、あのタムはないわけで、それは写真に残ってる、あのこうフィリーがこうやってて、うん、でタムがなくてフロアがあって、まあ、うん、シンバルは1枚しかない、うんうんうん、っていう状態の写真だから、写真があるからそれは間違いないね、うんうん、だからあの例のビリーボーイとかあれも全部フロアタムしか出てこないもんね。そうですね、あれそうなの、あれタム出てこないですね。そう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 、うん、なんだけどこのレコーディングはフロア出てこないから、あ、僕はこれ推測したので、タムタムの音変なさ、うん、今わざとこう叩いたけど本当こういう音なんだよね、うん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 、なんかティンバレスみたいな音してるわけ。あ、俺が思ったのは、うん、もしかしてタムしかないで、うん、おまけにタムこれ椅子とかに置いてたんじゃねえのっていう、あはははは、なんかフロアのとこに置いて、フレージングはもうフロアの時と全く変わんないから、あはははだからタムだけどなんかホルダーがなかったかなんかで、なかったからか、うん、ここら辺に椅子の上にでも置いて取ったんじゃねえのかな、うん、ははと思ってたんです。まあそれは水量の域を超えてないから分かんない、うん、いずれにしてもこのこうなんだよね、ここはね、確かに、うん、このこんな感じだよね。これで説明すると今までいろんな悩んでたやつも結構解決しそうですね。そうなんですよ、うん、それがまた怖いで、やっぱ一応ね、僕も検証しようと思っていろんな動画見ました、うん、いろんな動画、あのフィリーがやってるので、やっぱその70年代のフランスでのフィリーのを見てたら、うん、みたいなのが、うん、なるほど、難しい。 2つだけタムに、2つだけタムにするね、2つだけいくやつ、うん、だからうん、これビリーボーイにも出てくるんですよ、うんうん、こういうやつ、うんうん、やって出てくる、うんうん、こうやってんだよ、だからそのフランスのやつで、うんうん、あ、やっぱりこれね、うんうん、でやれば説明ついちゃうもんね。だから2回同じことやってたんじゃんって、うんうん、それはよく出てきますね。ね。あ、ビリーボーイの時にそれ使ってから途中でドンとタンタドンとタンタに変えませんか。まあ、そのまま、ね、うん。これね。うん、ね、そう、それありますね。はい。いや、まあとにかくそのあっていうあって感じ。あ、全部繋がったみたいな。あれって感じ。ということは深読みしてたってこと？フィリーだったら絶対シングルでこんなことやんないっていう。あーはーはーはー、思い込み、前半シングルの、まあ、あ、そう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 、最後だけダブルみたいな感じ。シングルが長いもんね。あ、そうですね、うん、なんかアートブレイキーだったらやりそうですけど、ね、そう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 、でもさ、うん、意外とアートブレイキー的フレーズやってるもんな、フィリー。
あ、なんかアートブレーキ的だもんね。そうですね、うん、これやってるし、うんうん、アートブレーキの感じで、うんうん、確かにブレーキっぽい感じのやつ。ブレーキはなんかあくまでもなんかシングルストロークでいってそうな気がしますけどね。そう、まあね、あくまでね、うん、あでも、あでもブレーキも意外とダブルパラディドルとか使ったりするからな、うん、ああまあまあ、ね、パラディドル、パラディドル、パラディドル、ダブルパラディドルみたいなの、うんうん、よくやってるから、うん、あと思ったのは、うん、この9ストロークね、やりたかったんじゃないのみたいな、こういう歌い方、うん、そのフレーズめちゃくちゃよく出てきますよね。そうなんだよね、うん、これ普通にシングルってかでやるしね、よくで。ね、なんとなくかっこいいもんね、うん、つながるし、シングルで行ってて最後にちょっとそのシングルのやつに3つ足せば、うんうんうん、うまくつながっちゃう。そうですね、これちょっと練習してみようかなすごいすごい使いやすそう。なんかいや、そのさっきのやつは僕交差してるのかな、かあ、そういう風に言われてた時は、うん、俺アパートにいる時にみんなそう言ってたもん。うん、いやフィリーはすごいんだよ、ここでこう交差するんだよみたいな、うん、マジかとか思ったけど、うん、ただフィリーでかいからありえるもんな、うん、あの人でかいから、うん、いやなんかソロのやつでビデオ見た時になんか交差してるフレーズ使ったのもちょっと見たことがあって、そう、うん、いやだから、うん、本当そうだよね、うん、あの70年代の映像とか見るともうあまりにも上手くて、うん、何でもやってるもんね、うん、いろんなこと、いろんな手順で、うん、めちゃくちゃドラムうまいですよね本当に、うん、うまいうまい。なんかあのイメージ的にはアートテイラーとかってコピーすごくしやすいじゃないですか、はいはい、めちゃくちゃもう、まあ、ずっと同じことやって、あのものすごく歌ってるから最高なんですけど、あのアートテイラーと撮った後にフィリー撮るとものすごくこう連続技っていうかスイッチの仕方がうまくて、そう、ね、シングルとパラディドルのスイッチが、あここからスイッチしちゃうんだみたいなところがすごく多いじゃないですか。あの動画見たことある、あのインタビュー動画、あのフィリーがさサングラスかけてて野球帽かぶって、うんうん、なんかあのインタビュー答えてる、あのシリーズでアートテイラーもあるんだよね、うん、フィリーはあの通り、みたいな喋ってて、うん、何喋ってるか本当分かりづらい、もう英語もなんだか、って感じで聞こえるし、うん、何言ってんだろうこの人みたいな、うん、でアートテイラーの時はアートテイラーはめちゃめちゃ普通なんだよね、うん、だからアートテイラーいい人なんだろうなとかいう感じで、ですごい、なんかフィリーはちょっと怖えなって感じ。アートテイラーはなんかもう本当に真面目というか、なんかこう外さない感じですね。そう、やらなきゃいけないこともよくわかんだよ、うん、あなるほど、はっきり喋るし、うんうんうん、言ってることもよくわかる、うん、フィリーはもう本当なん、何言ってんだろうこの親父って感じになるもんね、うん、すごい確かになんか人間性出てますね。でもフィリーは本当にあの手順のスイッチがものすごい複雑で、イメージ的にはちょっとこう、ここ何してめちゃくちゃかっこいいんだけどよくわかんないっていうのがすごく多かったけど、今のこの手順でいく考えるとかなり解決できるとか多そうですよね。そうなんだよ、なんでこのアルバムで、このアルバム割と変わったフレージングばっかりしてるしね、うん、なんかトライしてたのか、あるいはやっぱりビル・エヴァンスって存在が彼にとってすごい新しいから、うん、新しいことをトライしてたのか、うん、あだってこんな、ね、みたいなのやってないもんな、うん、あんまり。そうですね、うん、このソロの前のエヴァンスなんかもこう、要は203年貴重で、そう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 、すごいこうトリッキーなリズムすごくやってるじゃないですか。やってる。すごくエヴァンスってなんか最初のあ一番最初のアルバムあるじゃないですか、ジャズコンセプションかなんか、ザ・ニュージャズコンセプションなんかの場合は、はいはいはい、なんか結構普通にビバップの曲とかもやってるんだけど、ところどころもうその頃から203年とか、なんかもう5も入ってたりとかするじゃないですか、あの頃から。そうね、なんかやっぱりかなりなんか新生ですよね、ああいうところ。いや新生でしょ、うんね、やっぱりうん、かなりアプローチとしては、うん、だってもうそのオングリンドルフィンストリート
でアルバムだって、うん、オングリンドルフィンストリートってずっと書き譜だもんね、あれだってずっとブロックコードで、単音でシングルノートで弾くところがないもん。ああなるほど。ずっとこうブロックで動いててソロ作ってるから、すごいですね。だからそういうのもね、うん、まあ新しい試みだよね。クリフォード・ブラウン・マックス・ローチのあたりとかも、なんかあの変なアレンジしてるやつあるじゃないですか、 A トレインとか墓場とかは なんか変な変拍子入ってね、変拍子入ってやってるとかやってるじゃないですか。あれのマックス・ローチのドラムソロ、あの辺の僕すごく好きで、でオルタネット・テイクも聞くと明らかにこの曲にこのフレーズをなんか入れてみようみたいな。あ、そう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 。あの夜中何かで思いついたのか、こんな手順今まで使ったことないのにハイハットと組み合わせてこのフレーズ作って、なんかオルタネートテイクでもなんかあちこちでそれを使おうとして失敗してたりとかしてて、これもそうだよね、この、うん、このフィーリーもさ、うん、これウドゥンユーテイク1とテイク2とあって、うん、あテイク2の方がテンポが若干遅いんだよね、うんうんうん、この譜面はテイク1なんだけど、なるほど、テイク2は若干遅くて、でも同じことやってんだよこの、うんうん、うんうんうん、どっちでもやってるからやりたかったのかな、多分。まあでもその時になんか流行りというか自分の中でこうやろうとしてるのが、あのフィリーのリックであのあれがあるんですね、タトなんか5連に5つ割りみたいな、タトツツツこの、うん、これあのマーク・テイラーが教えてくれたんだけど、こうやってやってんだよって言って、あので足2つで、両手左そのままクロススティックの、こういう感じ、それを1拍半にねじ込むんですよ。そうパーフェクトですね、さすが。そのフレーズとかも使ってる時期すごく使ってるんですよね。ああ、うん、ブルースバイファイブで出てきました。あれどうやってやってんだろうと思ったら、あこれもうフィリーの特集で、で右手をシンバルに行ったりとかタムに行ったりとか、やってるね。いや、やってますよね。なんかやっぱ流行りなんですね。流行りなんだね。僕のなんか推測では、例えばこうパーカーとか誰かがやったフレーズをドラムに置き換えて、これをなんかあちこちに使ってみようみたいな感じの、なんかこう自分の中の流行りなんじゃないかなと思ってたりするんですけど。いや明らかにあの例えばフィリーのあのビリーボーイとか聞いてると、うんうん、ここの段落ではこれをやろう、この段落ではこれをやろう、うんうんうん、決めてるもんね。うん、決めてると思います。テーマをここは、うんうん、次の4バースはこれがテーマ、うん、次の4バースはこれがテーマってもう明らかになってるもんな、うんうん、そうそう。だから4バースって言えばあの前これも僕 YouTube でやったけど、うん、でも黒田くんも4取り上げてるよね。ああやってますやってます、マイルス・デイビスの4、うん、はいね。だから僕もこの4の4バースソロってコピーして見てるんですよ、うんうん、でこれも前のその解釈だとの9ストロークだとまあこんな感じかなっていう感じで説明してたのが、うん、今回のこので捉えるとめっちゃ説明ついちゃうのがあって、これですよね。そう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 、この4も最初のこの最初の4バーなんかこの前はここがでやってたんだよね。それを今回の手順にすると、でこの後からもう始まっちゃうわけ。そうなるな。だまあ、ここですよね、この 2段目のここの部分ですよね。そうそう、これこの3拍目からもうそのさっきの手順で始まってって考えると、そうそうそう、すごく整合性が出るみたいな。出るんです。まあこれ、うん、あの聞こえるところだけ音符にしてるから、うん、その3拍目4拍目完全な3連符にはなってないけど、うん、でもおそらく3連符なんだよね、うん、こういう感じ。
感じだもんね。ですね、うん、僕もここまでここまでがなんか3ストロークで、ここからオルタネートで多分あのアクセント移動してるっていう風に考えてたんですけど、うんうん、でもそうやって考え、だから僕はだからここのところは全部3ストロークで考えてたんですよ。だから3ストロークで6と3ストロークで組み合わせると、はいはい、これ、うん、うん、そうですそうです、なんか それに近いものができるかなと思っていて、でもこっからは多分オルタネートでいかないと、ここのフロア多分、そう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 、そうなんだよ、だからやっぱこの手順が正解なのかなとは思うんだね、うん、そのそうですこの感じ、本人も どんだけ覚えてるか分かりませんけどね、うん、そうなんですよ、だから これここでさっきのやつが多分使われてるんですね、あの1回分だけリックスが使われてるんですね、あーそう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 、タッとドクタドクタドクタみたいな、これがね、うん、そうですそうですそう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 、うん、そうですそうですそうです、これが使われてる、なるほどね、なるほどみたい、なんかこうやって考えると、これを一拍半に当てはめるということね、うん、あ、うん、それをなんか結構引き伸ばしてやって、あのブルースバイファイブで引き伸ばしてやってて、やってるね、やってますね、それで説明つくんですよ、なんかそうやって言われると、なるほどね、でその下から3段目、いわゆる21小節目からの下りの、ここもこの3小節目4小節目、もともとは僕はだからだと思ってたんですわ、これここのこの6拍をその2回分で説明すると、最後のだけオルタネートにすればいいってことですよね、そうなんだよ、でかね、あ、そうそうそう、そういうことなの、うん、そういうことなの、うん、だ前はだからね、9ストローク、うん、9ストロークで、うん、真ん中の6つが真ん中を挟んでたというふうに解釈して、それはそれでかっこいいねなんて言っちゃってたんですけど、うん、どうも違う、うん、そうするとで、ちゃんと今回の手順で考えれば、うん、もう、それはそれは綺麗に収まっちゃう、なるほどなるほど、こういうことだもんね、そうですね、でもフィリーって性格上やっぱりこうちょっと言い方悪くてひねくれてるというか、こういうのやりそうですもんね、実際間にこうまあまあやりそうですね、やりそうなので、やりそうだもん、でも、うん、確かにこの6拍で考えて、じゃあこの3拍3拍で考えた方が、で最後の2拍にした方が、そうそう、シングルにすると、うん、まあ綺麗ですよね、うん、まあ理路整然と、うん、でそこの前の部分、そこはちょっとナインストロークとは関係ないんだけど、うんこの後ね、うん、この2小節目、うん、この2小節目ね、最近そのやたらそのおかげで YouTube 見てたら、全く同じのを、これと同じフレーズをやっぱりライブでやってて、うん、フィリー、はははは、やっぱり先の最初の部分、パラディドルパラディドル、これは間違いないでやってんのね、はははその後この譜面ではパラディドルディドルになってるでしょう、はは、ここパラディドルディドルになってます ねそこが実はパラディドルディドルじゃなくてダブパラディドル、ダブパラディドルなんだよね、はははこういう感じなの、難しい、パラパラディドパラパラディドになってるんです、ね、そうそうそう、こういうこのテンポかなり難しいですよね、えすごい難しい、だから全体にこの4小節通すのってさ、ね、ハードル高いんだよね、やると、ここ実際もっと早いし、ここ結構なんかシングルで普通にアクセントつけてましたけど、これあパラディドルよく使いますよね、確かに、ね、うん、いやでやっぱりそのパリでのそのビル・エヴァンスのライブの動画見てたら、うん、同じことやってる、うん、なるほど、ま、あついつい前のナインストロークを叩いてしまうけど、いやう、ね、もう癖になっちゃってるから、
もうなかなか強制できないですよ。だからさっきから何回も間違えるじゃん。なかなか強制できない。まあ強制しなくてもいいんだけどね。いやまあそれはもうそれのフレーズだけど。いやこれはでも新しいですよね。タムにこうタンタンタンタツスっていけるのは。いや実はこの手順って誰がすごいやってたと思う？うん、あ知らん、わかんないです。デーブ・ウェックルだよ。ウェックルやってるんですね。ウェックルはさ、これすごい、で使いますね、使いますね。うん、エレクトリックバンド最初の頃めっちゃこれやってたもん。そうかそうか、タムに移動して最後そうそう右左左で戻せばいい。そうそうそう、戻す。まあウェックルの場合もう一個タムがあるから。うん。これやりまくってましたよ昔は。だからそうやって考えると、ああだってウェックルもこういうことかみたいな、逆にウェックルの方が近かったのかみたいな。なるほど、うん、まあコピーしててやっぱりそうだよなとか思ったりとか、うん、まあそう整合性が取れた時にあやっぱりそうみたいな、うん、だから今回はだからこの、これね、ただこれね、半拍食うのがめっちゃ難しいんですけど、ね、ただこれ、ね、それ出てきますね、うん、遅ければまだいいんだけど、うん、今遅いじゃん、これ早い、で後期のフィーリーとか見てると、うん、こういう風に分けてんだよね。難しい。あのツーベースヒットのやつとかも、あこれで今日教えてもらって、あそここれだなっていうのがすごくあって、あーあるあるある、うんうんうん、あるあるんだけど、この、うん、あのテンポでやるのはめっちゃ大変だね。そうそうそう、あそう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 、できないんですけど。いや僕も慣れてないから全然詰まりますねそこは。あとそのビリーボーイね、うん、あ違う、うん、これね、ビリーボーイに出てくるやつ、これも最初手順間違えたんじゃねえのって俺解説してんだけど、うん、YouTube でもう恥ずかしいんですけど今となっては。なるほど。だからこれでやれば普通になんだ、ずっと同じじゃんみたいな。うん、これも半拍食って入るからね。うーん、どうやってこのテンポ半拍食って入って左手で3連の裏から入るってことですか。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな遅ければね、ワン、ツー、スリー、フォー、だ遅いとできるんだけど、うん、早いと、ワン、ツー、難しい。めっちゃ難しい。構えてないとできないんですけど。だからそこの部分を例えば前だったら、うん、これで、うんうん、だから、うんうんうん、やりやすいんだよね、うん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 、だからみんなこれを採用してたと思うんだよ。なるほどなるほど、確かに。ライト、レフト、レフト、プラス、パラディドル出る、うん。だからみんなこれ採用してたと思うけど、うん、どうも違うらしい。確かにその方が、その方が、うん、動き自体はこう振りやすい感じがする。そう、振りやすいもん。うん、シングルの、ただシングルって音圧出てめっちゃかっこいいですもんね、やっぱり。そうなんだよね。だから彼は、だから、フィリー、まあ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 、本当後期の演奏とか見てるとさ、できないけど、うん、やるじゃん、うん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 、なんか3ストローク、なんかこう回してその後こういく、こういうのはちゃめちゃうまいし、あとみたいなのもやってるしね、ワンハンドできない。もうバディリッチもそれ死ぬほどうまいですよね。たたたたさ。まあまあ、だからまさにバディリッチを意識してると俺は思ったね。そうですね、うん。バディリッチを意識したんだなっていう。うん、だからわざわざ両手でやるみたいなこと、うん。みたいなこと。やってますね、確かに。やっぱりね、あとピアノやってたのでかいんじゃないかなと思うんだよな。あの左で
そ今みたいなのやるときにこういうふうに動くから、うんうん、あこれがこういう感じで動くんだよ、まるでまるでこうこうハノンやってるような、あ俺なんか全然ハノンとか真面目にやらなかったから全然できませんなるほど、確かにそういうこう特殊技でも本当にエンターテイナーですよね、やっぱりそういう意味ではものすごい、そうだね、見てて綺麗だし、いろんなこと左右でやるしね、うん、左右ではだからさっきのやつのほら、これだってわざわざ左右に分けてるわけだから、うん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 、まあマーチングですもんね、見た目の、うん、見た目の、そうそうそう、うん、まさにマーチングでこうね、うん、隣の人と同じ動きをしてますみたいな、うん、そうですよね、うん、いやそれがすごい、 いやそれを音楽的に当てはめちゃったっていうのはすごいよね、そうですね、まあ、別にほらマーチングのバンドのドラムの人だなって感じはしないもんね、うん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 、本当にジャズワードな感じがする、そう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 、うん、さっきのやつだから本当かっこいいもん、うんうん、すごいスイングする感じがします、ね、そうそう、なんかねかっこいい、素晴らしい、なんかいやーなんかこういいですね、これ手順だけでこんだけ語るマニアックすぎてごめんなさい、いやーもうめっちゃ楽しい、いやだから僕はね、だから今までね、うん、この YouTube を始めてずっとこう、うん、間違ったことを伝えてたなと思ってね、こうちょっとやべえなと思って、これは黒田くんに頼んでより多くの人にこの間違いでしたっていうことをこう謝罪会見を今流行りの謝罪しなくて、だって謝罪会見を、だって海外の人でも間違ってる人未だに間違ってる、まあ未だに間違ってる、みんな間違ってる、いっぱいいっぱいいるわけだから、しかも間違ってることによってさ、例えばね、うんうん、いやこれ今のこの手順でいろいろできちゃうもんね、うん、こういう、うん、こういうオーケストレーションはやっぱりフィリーの、うんではできないからね、うん、こうなっちゃう、うん、こうなっちゃうもんな、そうですね、できないよ、やっぱり僕も3ストローク使った方がやっぱ気持ち楽だし、やっぱりこれはこれでね、うんうん、その方が大きく歌えやすいし、ね、大きく歌えるし、うん、もう応用性あるから、うん、これできないもん、うーん、まあこれかああなるほどなるほど、うん、あのウェックルのフレーズをそのままジャズっぽくしたみたいなやつですね、今ジャズっぽくしたみたいなんで、あ本当だね、うん、ウェックルはタム回すから別に楽だけど、ね、うん、確かに、いや面白いですね、面白いですね、まあ今回はそういう発見したことをちょっとね、うん、黒田君とこうシェアしたかったっていうのも、はい、黒田君の意見を聞きたかったっていうのもありまして、いやいや僕もあのいや今までだからここどう切り替えてんだろうなと思ってるところはだいぶなんか今まで撮った譜面のやつをですね直していけるんじゃないかな、再検証、うん、だって僕そもそもですね昔あの学生の時にあのフォアの譜面ってあの、うん、イントロのところ何回も撮ってるんですよ、ああで分かんなくて、で最初の頃はあのタタドンタタドンタタドンのタタドンが頭だと思ってて、あでそのままずっとそのままずっとあの反拍ずれたままずっと撮ってて、でシンバルレガタもうちうちちうちうちちで撮っててよくこさあれってさどういう手順なの、頭タカドンタカドンのとこはだからマーチングえ、うん、マーチングでやるからなんか普通になんか最初はこうオルタネットでやってんじゃないかな、そうかな、そうですね、そこが表に聞こえる音色にしたいと感じてるんですけど僕は、うん、あなるほどね、うん、でタララタララタラで前にこのフレーズを検証してくれた方がいらっしゃって、うん、でなんかどうもこのあとテンポがちょっと変わるからなんかそのタカドンタカドンは実は一拍半になっていて、タカドンタカドンタカドンタカダカタカドンタカドンタカドンっていうふうになんか言われた方がいらっしゃって、で僕それでオーダーシティってソフトでちゃんと長さ検証したんですけど、いやまああのなんていうんですかね、スイング感を変えてるからちょっとテンポ変わって聞こえるんですけど、あれかなりインテンポでやってて、ああメトロノームちゃんと埋め込んでみたらきっちりハマるんで、
まあ、うん、うん、ただフォー遅くなってるよね。まあちょっとね遅くなってるんですよ。あのピアノソロあたりから猛烈に遅くなって、うん、だから最初のテンポよりもさっきやった、うん、だって、うん、ワン、ツー、スリー、フォーくらいだから、うん、これぐらいなんだよ。でも実際は、うん、これぐらいだから、だいぶ遅くなっちゃってる。だいぶ遅くなってますね。だいぶ遅くなってる。ただそういうのってありますよね。